はい、こんにちは、こんばんは。なんかついさっきツイッターが更新されて、まあ、本人のアカウントから、米津玄師本人のアカウントから、情報が出てきて、公式のツイッターの方も更新されたんですけど、なんか虎に翼っていう NHK のね、朝ドラに主題歌を提供するんですよね。さよならまたいつかっていう曲を提供するわけなんですけど、まあ、それのね、新アーシャですというふうに、目打って写真が4枚ぐらいかな出てたんですけど、見ましたか？僕はあの釣りをしててね、気がつきませんでした。ついさっき気がついたんですけど、まあ、それが出てですね、でまあ確認しましたと。なんか三つ編みみたいにしてるんですよね。三つ編みを2つ下げてるような感じでね、で真っ赤な衣装、真っ赤なセットアップかな、を着てるような、そういうアーシャだったんですけど、まあ、このねアーシャの公開から分かることはいろいろあるわけですね。まずね、情報に記載があった通り、山田智和さんがカメラマンだと。で、山田智和さんって確か僕の記憶が正しければいつも MV 監督やってるような人でしょ。 MV 監督やってるような人がカメラマンっていうことは、つまりどういうことか分かりますか？そう、 MV もあるんですね。おそらく MV もあります。で、写真を撮ってるっていうんだけど、いつものことだけど、写真を撮るだけで終わ、まあ、写真を撮るだけで終わってることももちろんあるけど、基本的に MV が出てると思うんですよね。で、MV が出るってあろう、なんか背景もなんかその地球儀の MV の時みたいな、なんか自然みたいな、そのね、草むらというか、そういうところの中に真っ赤な、マジでシンクの衣装を着た米津玄師がこう立ってて、で、三つ編みをしてて、もう違和感バリバリの写真なんだけど、で、まあ、それがパッと4枚出たと。まあ、皆さん多分喜んでる人がたくさんいると思います。今までと全然ではまたね違った、感じだからね。米津玄師って今までやってきたことじゃないことをひたすら繰り返すみたいな、そういう人なんだけど、まあ、今回もやってくれましたと。まあ、MV にめちゃくちゃ期待の持てる、写真4枚になっていたかなと思います。で、まあ、もう一個ね、記載があったのは、その、MV じゃなくて曲、さよならまたいつかっていう曲に関しては、4月1日の朝ドラの、放送に、で一番最初に公開になる、披露になるということだったので、事前のサブスクだとか CD の発売とかっていうことはないみたいですね。なんで4月1日の朝8時だか7時だか分かんないけど、その時間に、まあ、見て、行ってくださいねということらしいです。なんで、まあ、朝待機しておいて見るのが一番いいでしょうというところになっているかなというふうに思います。あと、そうそう、ね、追加でね、今ね写真をね、もう一度見てね、わかるのはね、あの、明らかにめちゃくちゃ長いでしょ。この辺まで髪があるわけですよ。で、あれね、ポップソングの時かな。ポップソングの時も MV で、あの、髪紫色じゃなく、間違えた、オレンジ色になって、オレンジに染めたのかみたいな。で、ファンが先走ってみんなオレンジに染めてさ、うわーって、米津さんと一緒だってやってたところ、本人がラジオかなんかで、いや、あれカツラだから俺オレンジに染めてねえよとか言ったりとかしてたんだけど、もう今回はそんなようなことで、多分エクステかなんかなんじゃないかなと思って、さすがにあんなに髪を長く伸ばすことはできないんじゃないかなと思うので、この短期間でね、お酒にできるほど、伸ばすことはできないんじゃないかなと思うので、まあおそらく、まあ、つけ毛だろうと。いうふうに思うわけですね。まあなんで、まあ女性陣ね、真似するのはいいかなと思います。なんかちょっと特殊な髪飾りというか、髪留めというか、をつけてたので、まあ多分すぐね、あの、この動画を見る前に皆さんそれをどこのメーカーで、どのブランドで、どういう商品なのかっていうのは特定しにかかってると思うんですけど、まあその特定してね、なんかこう、同じのを買おうとかね、やってる人もいるかもしれないですね。もしね、これだ、この商品ですっていうのが見つかった人がいたら、ぜひね、教えていただきたいですね。僕は今のところ分かってはないですけど。今、出先なんで、出先から動画を撮っているので、まあ、パッと見の印象とかそういうところでしかね、僕もね、自分の意見を出すことはできないですけど、まあ、パッと見、まあ、すごくかっこいい写真になっているんじゃないかな、というふうに思いますね。で、あとは、まあ、皆さんのね、感想も、どういう風な感想を持っているかなっていうのも、大体ね、あの、想像がつくわけですけどね。まあ、今回も、まあもう、かっこいいだろうというところですね。まあ、いつものことなんですけどね。いつもだったらね、動画時間を無理やり8分までね、伸ばすんだけど、あまりにもネタがなくてね、写真が4枚公開されただけだと、そんな喋ることもないんだよね。まあ、ドラマが公開されたらまたね、その内容についても、
またなんかいろいろ言っていくみたいなこともできるかもしれないですけど、今のところは何も言えないんですね。まあ、おそらく MV があるだろうということしかわからないですね。まあ、十中八九あるでしょう。今年 MV 公開するんだとしたら、一番最初の曲になるわけだから、まあ、皆さん期待を持ってね。で、おそらく MV を公開するんだったら CD もあって、CD もあるんだったらライブもあって、みたいな、そういう流れになるだろうからね。その辺はすごく期待大、なわけですね。僕も期待をしながら待ちたいと思いますけど、あとは、この動画もね、いつも通り最速で、なんなら当日のね、多分19時に公開できてると思うんですけど、見てもらいたいなというふうに思っているところなんですけど、あまりにもね、完成弱が足りないんで、どうしようかなと。まあね、今こうやって喋りながら考えて、あと2分半ぐらい喋ればね、僕はね、ミッションコンプリートなんですけどね。何？大丈夫？うん。あるよ、後で。車行けば、なんとか。ああ、そう。あ、そっかそっか。ちょっと待って。今これ、あと1分半ぐらい待って。俺自分のあるから。あ、これでもいいよ。これ1分半回し終わればできるよ。ある？オッケー。まあ、そういうことで、あと何の、あと1分ぐらいですか。喋る僕は、あと2分か。あと2分ね、ちょっと皆さん、ちょっと、お付き合いいただきたいんですけどね、最近動画全然投稿しなかったわけなんですけど、まあいろいろね、配信もしてなかったじゃん。さすがにまずいなと思ってるわけですね。まあ新年度4月1日以降はね、もうちょっとまともに、やっていこうかなというふうに思うんですけど、動画ね、どういうものがね、いいか皆さんもね、ぜひ教えていただけたら嬉しい。なんかこの間コミュニティでちょっと写真というか、なんかどういうのやってほしいって言ったらね、ゲーム実況とか言われたんですけど、皆さん僕のゲーム実況なんか見たい？なんかやりたいゲームはもちろんいっぱいあるけどさ、それをいつも見てくれてるみんながそれ楽しめてさ、やれるかどうかっていうのがちょっとわかんないから、まあ、迷いどこなんだけどどうしようかね。まあ、あとは、まあ、ロケ系、まあ、今日釣り来てるんで、これも動画回そうかと思ったけど、まあ、ちょっと今回は回してないけどね、旅行的なね、ちょっと出かけた時に動画回す系の動画でもいいかなと思ったりするんだけど、何サウナ？サウナじゃない、サンマ？サンマ取られた？マジかよ。その瞬間取りたかった。ああ、どこ行ったもういないし。マジかよ。サンマが鳥に取られたわ。油断した。ああ、マジかよ。そんなことあんの？あいつらそんな狙ってたんで、ずっと誰も、注意を。注意を引かなく、何言ってるか分かんなくなってきちゃったけど、まあいいや。まあ、とか言ってる間にそろそろね、動画時間がちょうど良くなってきたので、まあこの動画はね、ここで締めようと思いますね。こんな動画で良ければね、ぜひね、今後も見ていただければ嬉しいなというふうに思いますので、一旦ここで締めようと思います。さよならまたいつか。空に翼、両方楽しみですね。じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。